が飛び越えガンガンガンバトル開始だダンダンダン決めろ一発バンバンバン心震えるレッツゲットスタート楽しんでバトって勝ち抜いて笑って心が弾むたまるエナジーこんなにも宇宙でどこまでも宇宙で心が踊るバトルがレディーゴー誰も知らない冒険が今スーパーゴロボールヒーロー悟空 VS 悟空監獄惑星で超絶バトル開幕いい調子ですよキレッキレですねゴクさん、うん、ベジータさんおーうまい一緒に来てくださいトランクスがいなくなってしまったんです何いなくなった未来のトランクスさんはこちらの世界へ修行しに来ているはず僕が教えてあげるよ僕はフュー、トランクスの友達さ友達だと？トランクスは大変なことに巻き込まれている彼は今、監獄惑星にいるんだ監獄惑星？それをなぜ貴様が知っているんだ怖い顔しないでよ友達がピンチなんだ調べるのは当然だろ監獄惑星は宇宙中の危険な囚人たちが集められた星だと言われている急がないとトランクスが危ないよトランクスのやつ世話焼かせやがって行くぞカカロットおうあのフューという男気になりますねええマイさんはいあなたにお願いがあるのですでっけえ鎖だなおいこの木は何だあこいつはあごくさんみつけたぞおめえ、あっちの俺か。あっちの？やつの仲間か。何？さあ！わっ！何？空が！無駄だ。ここは完全に閉じた空間だし、脱出はできねえぞ。なんだって？そうだ。ダメか。何のことだ？さすがはサイヤ人孫悟空同士めっちゃくちゃ面白いサンプルが取れたよふざけんな君の考えは読めたよ何二人のカメハメハで空間を破ろうとしたんだろダメダメ無理無理とっさに思いつくなんてさすがはタイムパトロールだけどさタイムパトロール俺はおめえたちとは別の次元の孫悟空だ時空を超え悪さをするやつを捕まえるのが仕事だうわおめえいいやつだったんか
この星に詳しいようだな。当然だよ。監獄惑星は僕が作った実験場だからね。強い戦士をいろんな時空から連れてきて戦ってもらうのさ。永遠にね。強い戦士か。赤い君、ここを調べるためにわざと僕に捕まったでしょう。私たちを騙したってことか。トランクスは本当にここにいるのか。トランクスは許しがたい存在だ。人間のくせに時間を自由に行き来するなんてね。だから罰を受けてもらったのさ。それに彼を連れてくれば君たちの餌にもなるからね。おめえ悪いやつなんだな。はずれ。悪いんじゃなくてとってもすごいやつなんだよね。トランクスはどこだ。探してごらんよ。おっと、たとえ再会できたとしても脱出するためには特別なドラゴンボールを7つ集めてもらわないとね。ドラゴンボール、これだ。1個持ってんか。やつが俺にくれたんだ。あと6つは他の囚人さんが持ってるよ。みんな強いからせいぜい取られないようにね。じゃあ実験開始。なんだこれは。どういうことだ。ドラゴンボールを出せ。何？ドラゴンボール？さて、役者は揃ったね。宇宙一楽しい実験はいよいよ本番だ。君の出番はもう少し後だよ。悪のサイヤ人。